皆さんこんにちは。こんにちは。渋谷駅東を歩いておられる皆様、そして待ち合わせをしておられる皆様、しばらくの間耳を傾けてください。私は田母神俊夫航空幕僚長に仕え、そして5年前の田母神論文事案の時に防衛省航空幕僚幹部で、その論文の責任者でありました教育課長という職責にありました。そしてある日突然航空幕僚長が、田母神俊夫航空幕僚長が更迭をされ、その後その責任を取りながら問題の処理をした経験があります。その後北海道と東北6県を管轄をする北部航空方面隊司令部の幕僚長として勤務をしておりました。勤務をし始めた時に起こったことは、北朝鮮のテボドン、日本列島を飛び越えて太平洋まで着岸をしたあのミサイル発射が直後にありました。4月の初頭のことであります。そして2年後の勤務を終え東京都の部隊に転属になる前に起こったことは、皆さんも記憶にある先ほど来出てきております 3.11 の東日本大震災でありました。3月11日まだ青森県三沢は春とはいえ非常に寒い、そういう時期であります。その中でこの東京も揺れたと思いますけれども、青森県三沢は本当に揺れました。私の勤務をしていた北部航空方面隊司令部のその庁舎は非常に古い建物でしたので、これはもう倒壊するのではないかというぐらいに揺れました。その揺れを経験した後にすぐに私たち司令部はいつもの手順で災害派遣の準備に取り掛かりました。そして皆さんがご存知の通り、陸海空自衛隊、海上保安庁、警察、そういった消防、そういった人たちがですね、現場で本当に多くの被災者をですね、救うべく日夜努力をしたわけであります。私自身もですね、よくテレビに出る陸前高田のすぐ隣町、航空自衛隊のレーダーサイトが置いてある山田町というところに災害派遣の現場に行きました。皆さんはこの東京はこういうご覧のようなコンクリートの鉄筋コンクリートの建物ばかりだからそんなことはないと思っておられるかもしれませんが、山田町で私が見たその姿は、私が経験したわけではありませんが、先の大東亜戦争でこの東京が米軍の B-29 によって焼夷弾によって焼き尽くされたあの光景と全く同じ光景が山田町には広がっていました。地震で大きく揺れ建物が倒壊した、津波がやってきた、山手に逃げ込んだ人たちはその津波が引けばまだ住めるというそういう感覚を持たれたはずです。しかし山手に逃げ込んだ人たちが見たものは、その津波で濡れた、津波が引いた後の自分の住んでいる建物が、町が一晩中燃えたんです。これはプロパンガスの出火が原因と言われておりますけれども、その後は各家庭に持っている車の
ガソリン、そういったものに引火をして、そして建材に燃え移る、そういうことがその山田町では起こったということを後になって調べがついています。この東京でもですね、同じように密集地域では起こりうるんです。やはり先ほど来田母神敏夫が述べているように、災害に強い町、災害に強く、いざとなった時には生き延びれる、そして自分たちで自分たちのことを守れる、そういった町づくりが必要となってきています。そのことを経験をしなければ、シミュレーションをしながら計画をし、日頃から訓練しておかなければ、いざとなった時にはできないんです。私はその東日本大震災を経験をし、災害派遣を実際にやってみました。県庁や市や町の役場、そこでは当然のことながら首長さんや、そしてそこの職員の人たちが被害状況を掌握をし、今何名の人がどこに避難しているのか、そして県は市は何ができるのか、町は何ができるのかといったことを、本当はその職員の人たちが中心となってやらなければならないところですけれども、実はそのことを全部やってのけたのは自衛隊です。自衛隊の陸上自衛隊を中心とする師団が、あるいは連隊が、日頃の指揮官とスタッフ幕僚を連れて県庁に乗り込み、あるいは市役所に乗り込み、町の役場に乗り込んで被害状況を掌握をし、どこに誰が避難をして生きておられるのか、誰が行方不明になっておられるのか、全部掌握をし、そして県の持っている非常用糧食はどれぐらいあるのか、町が持っている物資はどれぐらいあるのか、それをどういうふうに配分をしていけば皆さんが生き延びていけるのか、そういったことをやってのけることができたのは、自衛隊が要請を受け、その指揮所を支えたからであります。そういった能力というのは一朝一夕にはできません。私はその 3.11 を経験をした後に、この東京にある部隊に帰ってまいりました。そうすると東京都でやはり次は首都直下型が来るぞということで訓練をしようとしました。総合訓練です。東京都、そして区役所、そのために朝霞の練馬の連隊が連絡要員を、この交通網が寸断されていることを想定をして歩いて徒歩で駆けつける、そして初動の連絡体制を取ろうという訓練をしようとした。あの 3.11 の直後のまだ半年も経っていない時のことですよ。その時にその訓練を拒否をした区役所が数箇所あるんです。名前は申し上げませんけれども、なぜあの 3.11 の悲惨さと、そして消防、警察、陸海空自衛隊、米軍、その活躍によってどれだけ被災者の人たちが助かっているか、そのことをニュースで目の当たりにしている、その東京都で半年も経たない中でやる総合訓練をなぜ否定できるのか。自衛隊は、とあるグループは、自衛隊はこの災害訓練に名を借りて軍事訓練をしようとしている、そういうキャンペーンを張ったところもあるんです。
それではいけません。私たち自衛官は日頃自衛隊が憲法違反だとそう言っている人、あるいは自衛隊が災害訓練をやろうとするとそれは軍事訓練だと言って否定するような人、そういった人たちでさえも仮に震災が起こって災害が起こって被災をされ助けを求められた時にはちゃんと分け隔てなく日本人として東京都民として救うんです。若い自衛官の気持ちになってみてください。若い人たちが何人か立っておられます。自分の職業を否定された、そういう思いはやはり同僚、同じ友達にさせたくないと思いませんか。自分のご子息やお嬢さん、あるいは親戚の中におられるかもしれませんけれども、その若い隊員が現場でご遺体を扱い涙を流しながら自分の家族と同然に温かく扱う、そういう気持ちを持っているのにですよ、他方で訓練をしようとするとそういうことをするなと言って否定をする、それではいけません。東京都民であるということは首都東京の都知事を選ぶその権利を委ねられているんです。予算規模にして11兆から16兆と言われる1600万人という人口を抱える東京都知事を選ぶということは、規模にして言うと一国の規模をはるかに超えています。サッカーやバレーボールの国際試合の時に紹介される国の人口規模を見てください。400万人とか500万人とか、そういった国はまだ世界中の国の中で大きい方ですよ。予算規模も5兆円、10兆円、20兆円、そういった国はざらにあります。そして何よりもこの東京を都政をいただく都知事にはまさに皇居、天皇家、皇族方を守る、靖国神社を守る、国会議事堂を守る、日本の経済、政治、文化、ありとあらゆる機能を守るというその使命があります。こういった使命を守り通すことができる、そういった行政能力に高い、そして首都直下地震が来ると言われておりますけれども、その際に皆さん一人一人を守り抜く危機管理能力、そういったものは一朝一夕には備わらないということを私自身の経験から申し上げたいと思います。私がお使いをしたこの田母神俊夫さんは、元航空幕僚長田母神俊夫は本当に優れた行政能力、危機管理能力を持ち、そして部下から慕われ、航空自衛官のみならず陸上自衛官も海上自衛官もこの田母神俊夫さんに本当の意味で陸海空のトップになってほしいとそう言われていた人、この田母神俊夫さんをまさにこの都政を立つ人になっていただきたい、私はそのように信じてやみません。皆さん、東京都民は他府県に生まれ育って来られた方も多いと思いますけれども、東京都民であるということに誇りを持たなければいけません。東京都民であるということに自信を持って自覚を持っていただかなければなりません。そしてその都民が力を合わせて
都知事を選ぶ、国を動かす都政を行う、その都知事を選ぶということ、そういうことです。皆さん、私が保証します。鴨上俊夫さんこそは都政を担う、その能力がある、そのように申し上げて、私の挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。